もう全く声出てなくて、声枯れてる状態になって、まあ、チャレンジはしてみたものの全くダメだったんで、はい、あとまあダンス自分の良さっていうのを、まあ、作る段階でもっとこうディスカッションしていって作った方が良かったのかな とは思うんですけど、まあ、もうこれも、まあ、結果なんで受け止めてちょっとまた次につなげたいなと思います。何も書いてないのを見たときこれですか。ここに名前が書いてなかったとき正直本当びっくりしてちょっとどもりましたよね。まあでもなんかこう、まあでも理解っていうんですか、こう受け入れはかなり早かったと思います。でなんかショーケースとか見て応援してくれようとしてた方たちにもすごい申し訳ないですし、もう不甲斐なさでいっぱいです今、はい、自分と向き合う時間っていうんですか、自分に打ち勝つ試練を用意していただいてたっていうのは、こんなの一人で絶対できないんで、どこかに絶対甘さだったりとか環境だったりとか影響してくるんで、そういう意味でまあ結果はダメでしたけど、自分に打ち勝った自分がいたんで、すごいこう再認識っていうんですか、自分のメンタルと、忍耐と、まあ、みんなを見れる視野っていうんですか、そういうのはまあ少しは自分にはあったのかなと思って、それを生かしつつ、まあ、ユナクさんにも言われたんですけどね、こうリーダーはこう前に出たらダメなんだよって言われたんですけど、またこう自分のアドバイスも生かしつつ、こう自分のスタイルも混ぜて、はい、ちょっと頑張っていきます。もうとにかく全力で悔いのないように出し切ってほしいです。夢掴んできてください、はい、ずっと応援してますので、 GX から出たアーティスト僕一番のファン第一号なんで、はい、ライブに応援行きますんで、皆さん頑張ってください。一度